ん、こんにちは。ストーリーちゃんのしほとジミーです。はい、というわけで今日はね、何をするかと言いますと、もう見ても分かる通り、サムネでも分かる通り、お弁当作りをします。イエーイ。ということでね、今回はね、このお弁当箱をね、100均で買ったお弁当箱を使ってお弁当を作っていきたいと思います。はい。まあ、詳しく言っちゃうと詰めるだけなんだけどね。そうだね。まあでもご飯はね、自分で。対決する？お弁当対決？対決する？いいよ。じゃあ対決ですね。うちコメントかけながらアンケートね。アンケートにします。はい。じゃあアンケートあるのでね、みんなね、私たちが作り終わってから準備していてください。はい。多分ね、私、多分こっちかな。いや、こっちかな。こっちだよね。かな。こっちだ。うん。右上かな。右上みたいな。こっち。こっちでしょ。右上だよ、右上。みんな、こっちだ。さあ、こっちだから、こっち。そう。多分こちら辺にあります。そうそうそう。はい、というわけでね、お弁当の中身を紹介します。まずね、私たちのお弁当の中にいつも入ってるカツですね。こちらめちゃくちゃ美味しいんですよ。そうだよ。次にね、タコさんウインナー、こちらはね、温めるだけでタコさんウインナーになるというウインナーです。いつもはね、お弁当に入れないんですけど、今回は特別に。彩りを考えて。そう、そうです。次に、いつも好きなブロッコリー今のはカットしないで使います。ブロッコリーです。こちら、いつも入っててすごい美味しいんですよ。大好きなのね。大好きです。 I love you。 リミ、ブロッコリーにしよう。マヨネーズ。あ、そうね、マヨネーズとかは後で使おうね。大丈夫である。はい、というわけでね、次はね、なんだっけ、これはたくあんですね。これも最近入ってます。たくあん、なんでたくあんなのかというと、卵焼きが普通だと思うんですよ、普通のお弁当って。そうですね。でもしほりみはね、卵焼きに、ね、あんま食べないんですよ。私卵嫌い。だからね、卵焼きのね、うん、みたいな粉々な。ああ、スクランブルエッグみたいなやつでしょ。でもそういうのあんま食べづらいじゃん、お弁当。スプーンないと食べれ、スプーンないと食べれないでしょ。でもね、箸でも食べられる。でも今回は、あくまでもね、たくあん入れない。うん、たくあん入れなくてもいいけど、でも彩りをね、一応赤と緑と黄色を揃えたかったので、一応こういう風にしました。トマトとかも定番だと思うんだよね、赤だと。だけど、リミちゃんトマト嫌いなので。大嫌い。ほら、大嫌い。私トマト入れたくない。ピーマンよりも大嫌い。はい、というわけで次はね、これかな、たらこパスタです。たらこだよね。こちらもよく入ってますね。次にこれ、お米のお供と言われている鮭です。鮭です。美味しいですね。お鮭。次にね、ミートボールです。こちらはよくあるから、唐揚げとミートボールどっちか。ミートボールも毎回は入れないね。毎回は入れないんだけど、うん、今回はちょっとね、もう子供が作るお弁当みたいなイメージなので、はい、ちょっとミートボールにしてみます。あと、ミートボール入れるじゃん。でもそんなに入れなくない？うん、入れない。なんだよ。あと、お米、一番大事なお米。お米で、一応デコフリーを使うんだったら、この小皿にお米をちょっと入れて混ぜてもらおうかなと。これを、これで混ぜて、ね、あと、リミちゃんの要望で、チーズ2色。家にあったんですけど、ね、そう、家にあったんだよね。チーズ、ちょうどチェジャオチーズと普通のチーズとあったので、はい、色がちょっと違うんです。そう、色が違うから。うん、チューだ、嫌だ。はい、というわけでね、次、海苔ですね。もしこれ使う、目とかに使うのがあったら、海苔。使う、うん。はい、次にふりかけだちです。こちらカレー。私これ大好きで、イベントで必ずこれってしまう。そう、これでももう1本だけちょうど残ってたので。ちょうど残ってたんで、これ使います。で、次にね、ふりかけだちですね。うん。のり玉と、焼きそば味のね、ふりかけと、ポテトチップスと、ゆかりですね。うん、全部ね、使いかけですね。なんか足りなくなった。足りなくなった。あれ？あれ、ヘアバンドが。ヘアバンドついてる。おー、いいじゃん。よく思い出したね。思い出した。うん。次にこちらは、なんかミートボールとか入れる、なんか、こやつです。家にあったのがほとんどです。こやつ。こやつ。
チね、彩りになんかバラン、これは別に使わなくてもね、はい、使わなくてもね、バランもね。次にね、ピックたちですね。ピックも何個かまだいっぱいあるんだけど、とりあえずそんなにいっぱいあってもしょうがないので、はい、とりあえずこのね、コインピックと目玉ピックとあと夜勤のアクリルピック、ハートですね、うん、ハートのアクリルピック。次、100均で買ったフリフリ、あと鮭は振ったらあの丸い玉が出てくるやつと、うん、あとね、こういうなんか海苔を切るやつ、海苔を切るやつですね、うん、こういうのもいろいろあるので使います、うん、はい、はい、ということでね、あの全部紹介し終わったので早速ね、作っていきたいと思います。はい、レッツトライ。なにこれ、新しいやつ。はい、じゃあやりましょう。はい、やってもいいですか。いいよ、うまくできるかな。まずはご飯だよね。メイン、ご飯、ご飯、メインのご飯。あお、取りすぎ。まあでも後で足せばいいから。ママ、うん、デコフリ使う。いいよ。色がね、あのよく相談してね、そんなにいっぱい持ってるね。リミはね、デコフリのね、茶色使うんだ。うん、何作ると思う？青じゃないんだね。青じゃない。あのクマ、あのクマついちゃった、食べていいか。あのクマちゃんだよ、うん、しーちゃん、うん、これ全部入れるの？茶碗に軽く一杯の温かいご飯に一口、うん、大丈夫、入れちゃって。一旦これで混ぜてみよう。うん、しほちゃんもコロコロ作ってみよう。私、手はちゃんと洗ったんで、うん、あ、すごい、でかっ。でもこれがメインだから。そうなんだ。ちょっと手洗ったんで、ちょっとね、ご飯を整えていきます。あ、やばい、崩れちゃった。崩れちゃうよ、結構。だったらおにぎりみたいにする。す、うん、じゃあラップでやる。ラップでやる。切れちゃった、うん、見てどう、この色。うん、だいぶ色ついてきたね。うん、それじゃこれ入れてもいいですか。コロンやめよ。ママ爪楊枝、私も欲しい。ママコロン来ちゃった。コロン食べられないじゃん。うん、つまみ食い。おいしい。え、ようじ、そう、つまようじ。おいしい。あ、こっちおいしい。いいの食べたい。つまみ食いしてんのか、君たち。いいの食べて。はい、はい、いただきます。味ない。味ない。味ないの。ありがとう。うまっ。おいしくない。うまっ。デコフリっておいしいの。おいしい。食べたことないの。ね、めちゃくちゃ美味しい。使ったことないけど、めちゃくちゃ美味しいよね。やばいほど美味しいよね。やばいほど美味しいね。うん、しほちゃんはやっぱり可愛いお弁当じゃない。発想がデスマウンテン。可愛らしいお弁当じゃない気がする。あ、まるなんで？デスマウンテン。デスマウンテンだって。ゼルダの伝説。ゼルダの伝説、みんな知らなくない？ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドに出てくるあのデスマウンテン。ゴロン族が住んでるやつ。知らないし。ママは絶対知らない。ママ知らないんだけど、うん。ママが知らないやつを作るという。ほんとだよ。みもちゃん順調？うん。見て。すごいね、これ何？クマの手？手、手もつけてんの？口が崩れる前に早く、なんかぎっしりしちゃう。しーちゃん面白い。次は、顔つけよう、顔。ママ、いつもブロッコリーに使ってる銀色のやつないの？あ、ある。銀色がいい。ママ、チーズあった。腹早く崩れる前に早く行って走って。なんでこれでもいいんだよ。なんで銀がいいの？銀がいいの。何？ほんとしーちゃんの可愛げのないお弁当ができそう。それが私の魅力だ。しーちゃん、可愛げのないお弁当ができそう。だ、それが私の魅力だ。魅力だ。魅力。魅力。可愛げがないお弁当だ。魅力。あ、こんなのねえじゃん。はい、銀色ちょうだい。銀色大好き。銀色大好き。え、銀使うの？しーちゃん、銀色が好きなんだって。なんか可愛くないと思って銀色ちゃんと今度はしなかったんだ。へえ。
ねえママ、こうやってこうって切るんだよね。そう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 。うえ。まずマヨネーズをすぐ切れる。でしょ？そうそうそう。チーズはね、用事がいる。でそのここにブロッコリーを。うん、なんでママ知ってんの？で？うん、でやり直ししてもいい？いいよもちろん。変な風。まだ何にも決めてないんだよ。デスマウンテンにたくさんみんながってことがいる。なんかちいちゃんは笑わせないで。デスマウンテンになんかゴロン族のなんかゴロン族、ゴロン族がいる。なんかゴロン族だ。ウィンナーがゴロン族、うん、そうそういうこと。よいしょ。あ、いいじゃん、可愛くなった。私可愛くなくていいから、私可愛くなくていいから。ここ名言だから3回対決だよ。名言だから3回対決だよ。 ね、対決だよ。対決？あれ初めて聞いたんだけど。あれ初めて聞いたんだけど。面白いしほちゃん。カップ使わないの？でも直前にまあいいけど。カップとか使わないの？こういうさ、こういうのとかさ、こういうのとかに入れて。じゃあ銀がいい。銀がいい。はい、銀色ちょうだい。もうちょっとなんか可愛らしいお弁当とかにしないか。これちょっと2枚重なってる。失敗。2枚重なってる。どうやんの？ベト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 。手洗ってベトベト。あれ、こういうポケモンいたよね、確か。ベト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 いるよ。銀プラス、銀プラス、銀プラスです。なんで銀プラス、銀プラス、銀プラスです。上手じゃん、リミ。初めて作るミスターすごいね。初めて作る。ね、本当初めてだよね。お、いいんじゃない？よそれを、うん、はい。すごいね、もりもり。そこに入れるね。ここに入れて。緊急事態発生。コロンが吠えました。何かね。コロンはね、よく吠えるんですよ。というわけでね、周り汚いんですけど、できました。はい、ということでね、早速移していきたいと思います。はい、じゃあしーちゃんの。じゃあ私のできた作品はね、こちらです。じゃじゃーん、上手。見てください、これデスマウンテンですよ。デスマウンテンがよくわかんないけど、ね、あの火山が噴火したんですよ。そうなんだね。それがカレーになったの。そう、カレーがカレーで。で、周りにいるゴロンたち、かっこウィンナーが、うん、ウィンナーが慌ててます。慌ててるのね。でね、みんなコロコロとかした。キュンキュンとかいっぱい、なんか目があって可愛いでしょ。テーマ、題名は、デスマウンテン。デスマウンテン。はい、じゃあ。面白く言ってみました。はい、じゃあ次、リーちゃんお願いします。届くかな？お、かわいい。グマ映ってる？こんな、お、かわいい。グマさん、上手。こちら、うん、こちら、クマちゃん。クマちゃん。はい、説明してください。見て、ここ。あ、パスタ入れたんだ。パスタ少しだけど入れ、ね、入れたそうです。で、タコさんウインナーも隙間に入ってます。タコさんウインナーはクマちゃんの友達だそうです。友達だね。友達。上にも友達がいっぱいいます。ね。はい。やっぱこう、ピックとかつけるとかわいくなるね。かわいくなるね。はい、リミ。はい、はい、ということでね、今回は2人でね、お弁当を作ってみたんですが、どっちが良かったかぜひぜひ皆さん投票してください。アンケートで多分この辺にあります。この辺、皆さんよろしくお願いします。ジジスお父さんとチャンネル登録お願いします。はい、それではバイバイ。よろしくね、投票よろしくね、キュウキュウ。どうよー。どうよー。
組ペア。三時だおやつだ。